取引先のお嬢さん、今は東京の大学で三浦さん、あちらの方は。存じません。部屋をお間違いじゃないですか。よくもこんなことを。すいません、何度愛子を泣かした気がするんだ。お父さんやめて。知らなかったんです。あの、これはどういう。申し訳ありません。それではとんだことで。いずれまた。